バリーはメニュー。デリバリーはメニュー。デリバリーはメニュー。バリーはデリバリーはメニュー。デリバリーはメニュー。デリ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 バリーはメニュー。デリバリーはデリバリーはメニュー。デリバリーはメニュー。デリバリーデリバリーはメニューメニューデリバリーはメニューメニューデリバリーはメニューデリバリーはメニュー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 デリバリーメニューデリバリーはメニューメニューデリバリーはメニューデリバリーはメニュー。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 メニュー。デリバリーはメリーバリーはメリバリーはメデリバリーはメニューメニューメニューメメメニューニューメデリバリーはバーバーバーリーはリーはリーは俺言ったメンメンデリバメンバーバーリバリーバーデリバリーバーメニューデリバリーはメニューデリバリーはメニューデリバリーはメニューデリデリバリーはメニューメニュー。デリバリーメニュー。メニュー。デリバリーデリデリバリーデリバリーはメニュー。デリバリーはメニュー。デリバリーはデリバリーはメデリバリーはメデリバリーはメニュー。デリバリー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 はメニュー。川島明はその前松田水さんです。よろしくお願いします。基本的には、まあ、映画とかドラマで何か見たことあるなっていうワンシーンをパロディーして、その中のセリフは全部デリバリーはメニューになっているっていう、そういうバカバカしいことを、まあ、真面目に真剣に芝居してる感じがちょっと面白いかなと思ってるんで、思ってるよりちょっとだけパロディーなんで少し倍みたいな感じで大げさにやってもらえれば。わかりました。はい、はい、お願いします。本番スタート。デリバリーはメニュー。デリバリーはメニュー。川島さんとは普段のバラエティなどでご一緒させていただくことが多かったので、初めて面と向かってお互いお芝居をしてっていう状況だったんですけど、本当に圧倒されるようなお芝居を目の前で見ることができたので、すごく楽しかったし、すごく引っ張っていただけたなって思います。はい、ガット。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よーいスタート。デリバリーはメニュー。メニュー、まあ、前回その狂ったような演技の反響がすごくてですね、いろんな声をいただいたんですけども、まあ、やっててすごく気持ちよかったんで、今回もまあちょっととあるゲームの主催者みたいな感じで、テンション高く、そしてちょっと狂気性が出るように頑張らせていただきました。違う
趣味悪いですね。全指はやっぱ趣味悪いですね。嫌ですね。よーいスタート。デリバリーはメニュー、これで大丈夫かなっていうなんか不安とかちょっと戸惑いもあったんですけども、演出とかもつけていただいて自分なりに精一杯のこうメニューを伝えられたんじゃないかなと思います。デリバリーはメニュー、メニュー、デリバリーはデリバリーはメニュー、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 デリバリーはデリバリーはデメデリバリーはデリバリーはいや逆だってもうデリバリーはデリバリーはデリバリーはデリバリー山下さん以上で撮影終了となります。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからメニューの顔としてよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。メニューのアンバサダーに就任させていただきました山下美月です。私自身すごく食べるのが好きでメニューさんもよく利用させていただいているのですごく嬉しいです。頑張ります。そうですね、私は結構お仕事終わりに利用することが多くてやっぱ疲れて帰ってきて、あ今日はちょっとデリバリーしちゃおうかなっていう自分へのご褒美的な感じでもう家帰ってきてすぐ頼むことが多いです。そうですね、私はいろいろ頼むんですけど中でもラーメンが一番好きで特に辛いラーメンをよく頼むことが多いので、蒙古タンメン中本さんとかはよく頼みます。そうですね、やっぱりこう疲れて帰ってきた日とかあと夜ちょっと外に出るのがちょっと足が進まないなみたいな時にやっぱ気軽にこうすぐ頼めるっていうのもすごく素敵だなって思いますし、私自身結構こう家帰ってきてすぐお風呂に一番最初に入りたいんですけど、そのお風呂上がりの時間を逆算してちょうどお風呂上がったタイミングで届くようにこう頼んだりとか、そうやってなんかこう時間も自分で調節できるのはすごくいいなって思います。デリバリーはメニュー。